男なら剣の美しさはわかるわよね。ね。そりゃわかるけどさ、母ちゃん、剣もいいけど飯作ってよ。剣があればご飯なんて三番がいけるでしょ。いけねえよ。てかわけわかんねえよ。楽しい母親でよかったでしょ。普通の母ちゃんが欲しかったよ、今夜は。いらっしゃいませ。おお、来たか青年。男なら黙ってこれを買え。何？さてはマナと結婚したいと抜かすつもりだな。絶対に許さん。お母さんは気にしないで、ゆっくりしていってね。うちは流しの商人で、ゆえっていうわ。よろしゅうな、兄ちゃん。リーズナブルな商品取り扱ってんで。寄ってきや。私は、チキンのオーク風オムライスが食べたいです。あ、大盛りでね。僕は、ブルノ風エスカルゴをちょっと固め、食前にオレンジティーを頼むよ。私は、セシリアさんの手のかからないものでいいですよ。はい、かしこまりました。注文する？これだから金持ちは嫌だね。アリシアさん、聞こえますよ。いいわよ、別に。それにしてもあんたもよく一度に作れるわね。慣れてますから。ところでアリシアさん、今日は何か？私は出張の占いサービスよ。ロザリンドはお得意様だからね。あるところからはがっぽりもらわないとね。なんだ人間か。ここ
ここに何の用だ。こら、ジェイク。すみません、お客さん。いらっしゃいませ。人間にペコペコするなよな、親父。ジェイク、失礼よ。謝りなさい。ち。ジェイクも困ったものね。じゃあ、私はお屋敷に行ってきます。なあ、神様なんてやつ本当にいるのか。まあもちろんだ。なぜ言い切れるんだ。いや、もし弱いやつが襲われたりした時、神様は助けてくれるのかよ。その時はお前が助けてやる。伊達に腕っぷしが強いわけではないだろう。ちゃ、答えになってねえよ、それじゃ。バレットさん、こんにちは。あ、あの、その、今日はいい天気でしょうか。そんなもん、外に出ればわかるだろ。そうですね。わあ、すみません。いやー、お恥ずかしいところを見せました。で、今日は何かご用ですか。